この企画展は来年12月1日を最後に閉館するマリホ水族館のラストイヤー企画第1弾として開かれるものです。水生生物を中心にお菓子の名前のおよそ30種類を集めました。私がぐっと親近感を覚える魚がここにいます。こちらです。その名もズバリおじさんです。このおじさん、顎の下にある長いヒゲから連想されその名がついたもので、オスもメスも名前はおじさんです。またヒゲ台とヒゲ剃り台は形と色はよく似ていますが、ヒゲ台は顎の下に細かいヒゲがあり、ヒゲ剃り台にはそのヒゲがありません。このほか一見するとカサゴに見える魚、うっかりカサゴは白い斑点に黒い縁があるのが特徴です。また体毛がないように見える体と出た歯を持ち、独特の風貌で人気のハダカデバネズミは5年ぶりの登場です。おかしな名前の生き物がいるんだっていうのを発見していただいて、で興味を持っていただいて、さらに掘り下げていってもらえればいいのかなと思います。企画展は明日から来年5月12日まで開かれます。